さあ何すると思う？なんか問題解くんですか？なんか解きますよ。何解くと思います？英検。あ、英検そうだ、受けなきゃいけないかもね。トイック。トイックも受けるんでしょ8月。あなたが実際に解いた関西外国語大学の問題です。私は聞いたんですか？そうだよ。何日程で受けたのって聞いたじゃん。だから後期ですね。そう、後期日程で、で別に短大の問題じゃないんだよね。はい。だから関西外国語大学自体の問題で、それで第二希望で短大を書いたわけね。あ、そうです。でそれで第一志望はダメだったけど、はい、第二希望、第二志望で合格したということなんで、あ、でもなんか関西外国語大学をなんかこうバカにするコメントがいっぱい来て、はい。いやいやいや、バカにしてもらっちゃ困ります。バカ、いやいや、どの口が言ってんのよ。あ、これ置いといた。いや、もうこれ今これです。あ、パッパッパッと選んでいきましょう。あ、はい。12問中とてつもない強運の持ち主なんじゃない？そんなことすげえな、びっくりするわ。前回の共通テスト、いや、わかんないわ、あれ本当に事故さえあってかどうか俺はまだ信じてないから。そうだな。